メフロキンは、コーマラリア剤の一つであり、内服薬として用いる。メフロキンは、キニーネに、類似の化学構造を持つ物質として1970年代に、開発され、1980年代に使用され始めた。商品名として、ロシュのラリアムなどがある。風必須薬品モデルリストに収載されている。ラリアムは、精神的な副作用の問題で28カ国で、 禁止されている。ラリアーム2 5 0ラム上メフロキンは、マラリアの予防及び治療、クロロキン体制熱帯熱マラリアの治療に用いられる。予防に用いる際には、暴露が予想される2週間前から4週間後まで、週に1回服用する。軽度中等度のマラリア治療に用いられるが、重篤なマラリアには使用すべきでない。メフロキン体制のマラリア原虫の拡大に伴い、 メフロキンの効果は減少していった。アルテミシニンなどの他の高マラリア剤と併用することもある。メフロキンは多剤体性菌マラリアの存在地域を除く各地でのマラリア予防に効果的である。アメリカ疾病予防管理センターは使用を推奨している。米国感染症学会もマラリア予防の第一、第二選択薬として推奨している。通常、 旅行の1から2週間前から服用を始める。ドキシサイクリン及びアトバコンプログアニル構材を1から2日服用すると、忍ぶ広姿勢が改善する。メフロキン使用中に、マラリアに感染した場合は、ハローハントリンやキニーネは無効であると思われる。メフロキンはクロロキン感受性、または耐性のプラスモデウムファルサポラムによるマラリアの治療に用いられるほか、 クロロキン体制プラスモディウムバイバックスによる合併症のないマラリアの治療に使用される。米国疾病予防管理センターで使用が推奨される薬剤の一つに挙げられている。重症マラリア、特に P ファルサポラムの感染による疾患には推奨されない。この倍上脈注射薬を用いる。メフロキンは肝臓に侵入した原虫を除去しない。P バイバックス感染患者には プリマ菌等の肝臓内の厳虫の駆除効果を持つ薬剤を併用すべきである。海外ではメフロ菌は妊婦のマラリア治療に広く用いられている。安全性に関するデータは少ないが、2500名の妊婦を対象とした後ろ向き調査では出生異常や流産の増加は見られていない。冬は妊娠中期、後期での使用を承認し、 妊娠前期に使用した場合の中絶措置を求めないとした。重大な副作用として知られているものは、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮へ死症、痙攣、錯乱、幻覚、妄想、肺炎、肝炎、呼吸困難、循環不全、心ブロック、脳症である。メフロ菌は、心電図上で、確認可能な心拍異常を引き起こす。 同様の副作用を持つキニンやキニジンとメフロキンを併用すると副作用が増強される。メフロキンとハロファントリンの併用は QT 時間を大きく延長するので近畿である。アメリカ食品医薬品局は2013年にメフロキンの精神神経的な有害作用について添付文書に黒枠警告を設置させた。精神症状には悪夢、原始、幻聴、不安、抑うつ、 異常行動、自殺気とがある。神経症状には、めまい、平行失調、耳鳴りがある。添付文書では、軽度の症状が重篤な副作用の予兆となるので、軽度な症状が見られたら、服用を中止すべきとしている。マラリア予防に、メフロキンを服用した1万人に1人の割合で、入院を必要とする中枢神経症状が発現する。より軽度な症状は、 最大25%に出現する。主観的な評価によると、旅行者の11から17%で行くばくかの不自由が生じていた。論争英国の1998から2011年の自殺関連行動の有害事象報告を解析した文献によると、100万処方あたりに調整したメフロキンの自殺報告数はすべての医薬品の中で2番目に多かった。 オーストラリア国防軍はメフロキンの有害作用に関する問題で法的措置に直面している。カナダ保健省はメフロキン使用に関連する脳損傷が永続的であることを認めた。その症状は PTSD に告示しており、PTSD 治療がメフロキン中毒者に有害であると指摘されている。米軍は自殺率の高さを懸念しメフロキンの使用2年頃から 減らした。2013年頃にはほとんど使用されなくなった。しかし、自殺率は低下せず、2008年頃から急激に増加している。日本の防衛省は、海外に派遣された自衛隊員6人の自殺との因果関係は低いと考えていることを報告した。なお、アメリカでは、軍人の戦闘による、心的外傷後ストレス障害に関連した、 自殺の高いリスクが認識されており、国営 PTSD センターなども運用されている。しかし、アメリカ合衆国退役軍人省が公表しているデータによると、米軍の自殺率は他のものよりも高く、軍事配備されなかった退役軍人の自殺率が高いとされる。また、場は、メフロキンに関する健康問題のクレームを受け付けている。 アメリカ国防総省が公表しているデータによると、自殺した軍人の53%が軍事配備された経験がなく、85%は戦闘の目撃すらなかったとされる。メフロキンは主に肝臓で代謝される。肝機能異常を有する患者では、薬剤の排泄が遅延し、血中濃度が上昇して、副作用の危険が高くなる。 メフロキンの血中濃度半減期は2から4週間である。ほとんどが単汁へ排泄され、尿中への排泄は4%から9%である。長期に使用しても半減期は変化しない。長期服用時には肝機能検査を実施することが望ましい。メフロキン服用中は飲酒を控えるべきである。メフロキンは2つの不正炭素を持つ高額活性分子であり、 理論上4つの立体異性体が存在する。薬剤として使用されているものは、およびエナンチオマーのらせみたいである。結晶中のマイナスエナンチオマー濃度は低、エナンチオマーよりも著しく高く、両分子の薬物動態は大きく異なる。エナンチオマーの半減期は低エナンチオマーより短い。ある研究によると、低エナンチオマーの方が、マラリア治療効果が高く、低エナンチオマーは、 中枢神経系のアデノシン受容体に特異的に結合して抗精神薬様作用をもたらすとされる。メフロキンはウォルターリード陸軍研究所で1970年代のベトナム戦争終結後に創薬された。メフロキンはコーマラリア薬としてスクリーニングされた25万の分子のうちの14万2490番であった。メフロキンは米国防省と 製薬企業の最初の第3セクターに開発が引き継がれた。レアは大愛称、第2愛印象試験のすべての結果を製薬企業に引き渡した。FDA のメフロキン承認は速やかであった。最も注目すべきなのは、第3愛印象試験での安全性、忍広姿勢の検証がスキップされたことである。しかし、メフロキンは、 予防薬としては1989年まで承認されなかった。この承認は基本的には服薬遵守を開案して決定され、安全性と忍ぶ広し性は見落とされた。薬剤の半減期が非常に長いので、疾病予防管理センターは独自にメフロキン容量を2 5 0ラム2週間ごとと定めたが、その使用量では平和部隊のボランティアへの マラリア感染を十分に防止できなかったので、毎週一回吹くように切り替えられた。混合群での最初の無作為化臨床試験は2001年に実施された。メフロキンを用いる予防とアトバコン、プログアニル合剤での予防が比較された。メフロキン群の2、3の参加者で1つ以上の有害事象が報告された一方、アトバコンプログアニル合剤では71%であった。 メフロキン群では、薬剤治療が必要な、重症な事象が5%に見られ、一方のアトバコンプログラニル合剤では1.2%であった。2010年6月、進行性達成白質脳症を、メフロキンで治療できたという最初の報告が寄せられた。メフロキンは抗 JC ウイルス薬としても働く。メフロキンを投与すると、患者の体からウイルスを排出し、 神経障害の進展を抑制すると思われた。レアは低エナンチオマーのみの薬剤を開発し、安全性を向上させるべく、いくつかの論文を発表している。メフロキンは、コリン作動性神経の伝達を、シナプス後とシナプス前の両方で変化させる。シナプス後でのアセチルコリンエステラーゼ阻害作用は、脳内のシナプス間情報伝達に影響を与える。には、 メフロキンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。